嘘のような気がします。ここにこうやって立っているのが、こんな立派な舞台が僕一人のためにあるなんて、でも夢じゃない、夢じゃないんだ。震える足で踏みしめてみた、誰もいない舞台の上を、遥かに続く道が見える、暗く広がる客席越えて、一人の旅の遠い思い出、みんなどっと心に帰る。13年のどの日だって胸の痛んだ坂道だった。けれども僕は歩き続けた、どんな辛い孤独の日にも支えてくれる声があった。たった一つの誇りがあった。第49回夏の全国高等学校野球選手権大会、松商学園早友高校の対戦は3対0、松商学園が3点リード。9回の裏、早友高校最終回の攻撃はツーアウトランナーありません。バッターボックスにはピンチヒッターの山本譲二が入っています。ボールカウントはワンストライクツーボール、投球4球目。マウンド上のピッチャー第4球を投げました。打った、打球はピッチャーの横を通った、センター前からヒットになりました。土壇場ピンチヒッターの山本譲二がセンター前ヒット、ツーアウトランナーは一塁です。夏の日燃える甲子園での祈り込めた最後のヒット、男の夢はいつか叶うよ、力尽くして戦うならば、歌い手だってきっとなれると、親に背きふるさと捨てた、宿さえなくて町の隅で星を見つめて過ごした夜も、ようやく出せたデビュー版も、まるで売れない下積み暮らし、親父と二人アンプ担ぎ、飲み屋スナック立って歩く、すまない親父、夜中の三時、僕は見たよ寝床を抜けて、明日のために僕のシャツ洗う親父の疲れた背中、負けるもんか、負けるもんか、俺だっていつかきっと